ジョアン・モレーラは、香港ジョッキークラブに所属している騎手、ブラジル出身。その圧倒的な成績から、香港の競馬ファンや競馬メディアからは、雷人と呼ばれている。1997年、14歳で騎手学校に入校し、2001年にブラジルで見習い騎手としてデビューした。2003年、正式に騎手となり、 ブラジルや南アフリカで1000勝以上を記録した。2006年には1日8勝を記録している。2009年からは拠点をシンガポールに移し、その年はリーディングジョッキー争いで第3位であったが、翌2010年から2013年までの4シーズンに渡りリーディングジョッキーの座を守った。2012年は勝利数206勝を挙げて、 シンガポール競馬での一期あたりの勝利数記録を更新した。2013年9月6日には全球レース中、起乗した8000全勝を記録し、現地メディアからはマジックモレーラと称えられた。2018年6月7日、2018年秋に行われる JRA の機種試験を受験することを現地メディアが報じた。同年7月28日に、 札幌競馬場で会見を行い、JRA の通年免許を取得するため、機種試験を受験することを表明、試験に臨んだが一次試験で不合格となった。2012年12月に行われた国際機種招待競争で香港競馬に初登場し、優勝を飾った。2013年10月より香港に拠点を移し、10月20日のハッピーバレー競馬場開催より、 香港ジョッキークラブ所属騎手としての騎乗を開始する。この年はシーズン途中からの騎乗にもかかわらず97勝を挙げてリーディング第2位の座を獲得した。2014年、2015年シーズンではダグラス・ホワイト騎手が持っていた年間勝利記録を大幅に更新する145勝を記録してリーディングジョッキーの座につき2016年 2017年シーズンまで3シーズン連続でリーディングジョッキーとなった。2015年3月1日には1日の最多勝利となる6勝の記録を上げている。2017年3月5日には1日の最多勝利となる8勝の記録を更新する。2016年5月1日、砂田競馬場で行われたチャンピオンズマイル競争にて、モーリスに起場して快勝した。 2017年、2018年シーズンは134勝の成績であったが、136勝のザカリー・パートンに、次ぐ2位となり、4シーズン連続でのリーディングジョッキーを逃すことになった。2014年の GI レース、安田記念で、グロリアスレーズに起場するために初来日。この時は6安に起場するも2着が最高で勝つことはできなかった。2015年、 札幌競馬場で開催された第1回、ワールドオールスタージョッキーズに参加するために再来日。初日の第1レースと第4レースで、いきなり騎乗機会に連勝を飾る。バス本戦では4レースで2勝2着1回の、好成績を上げて、優勝を飾った。8月29日30日の開催2日間だけで20レースに、騎乗して7勝2着4回3着1回と強い。 インパクトを与えた。2016年8月13日から28日まで、開催6日間の騎場で、初めて JRA 短期騎場免許を取得。また2016年8月27日の札幌競馬、第12レースから翌28日の札幌競馬、第2、3、4、6、8、9競争にかけ、騎場機会7連勝を記録。 2005年9月の竹豊と並び JRA 最多大記録をマークした。6日間で54レースに帰場して17勝2着12回3着7回と暴れたが、重賞レースでは札幌記念のモーリスを含め3案に帰場したものの2着2回4着1回に止まった。2017年の安田記念でコンテントメントに帰場するために再来日。10レース帰場して2勝。 8月17日から22日までは2度目の JRA 短期騎乗免許を取得。20レースに騎乗して7勝2着4回3着1回の成績をマーク。翌週はワスに参加するため継続騎乗。8月26日は9レースに騎乗して1勝に止まるも、翌27日は第1レースから最終第12レースまで全レースに騎乗して4勝をマークした。 ワス本戦では4レース起乗して1勝をマークしたが、全体では14人中、第4位に止まった。2018年は7月から12月までの長期に、渡って、断続的に短期免許で来日。8月26日、キーンランドカップを、ナックビーナスで制して JRA 重賞初制覇。10月7日の毎日王冠では出走場中唯一の、ヒーンバ。 アエロリットに起乗して優勝。11月11日、京都競馬場第9レースで JRA 通算百0 0勝を達成。2014年6月8日の初起乗から294戦目の達成は JRA 史上最速。また同日の GI エリザベス城ハイデリスグラ州に起乗して JRAGI 初制覇。ありがとうございます。